こんにちは、肉です。今回は NiziU の VMAJ2021 についての動画になります。で、VMAJ2021 っていうのは、今回 Hulu の方で7時から配信されてたんですけど、こちらが MTV のアワードとなっていて、今回 NiziU がベストバズアワードというものを受賞して、NiziU がコメントとステージを披露していたので、それについての感想をね、いろいろお話ししていこうかなって思うのと、あとそしてもう一つですね、NiziU 以外のね、今回のこの VMAJ の感想で気になったものがありますので、そちらも紹介していくので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。こちらの日韓国では、今年中にチャンネル登録者さんをね、5万人に近づけたいなっていうふうに思っているので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでですね、はい、今回ね、まず、衣装がマジで可愛かったんですけど、皆さん見たでしょうか？はい、こちらになるんですけど、なんかね、上品なんよ。だけど、なんかその、やっぱ MTV のその海外感っていうかな、その、いつもみんなすごいどっかを合わせてみたいな感じなんですけど、今回はそこまでね、どこかが揃ってるっていう感じの衣装ではね、正直なかったんじゃないかなって思うんですけど、でも、一人一人のなんかもう個性がね、めちゃめちゃ出てて、めちゃめちゃ可愛い衣装になってたし、今回ね、髪型とかも注目してほしいんですけど、あやかちゃんがなんか片方の三つ編みみたいなしてるんですけど、その感じも超可愛かったし、リオちゃんのわかる、ここのハーフツインっていうのかな、もうめっちゃ可愛かったんですよ。えって感じだし、本当に多分ね、見た人は湧き散らかしたんじゃないかなっていうぐらい良かったですし、何よりちょっと今回髪型で言ったらですね、まゆかちゃんのハーフアップが超可愛かったの。びっくりして、え、超可愛くないってなって、まゆかちゃんって帽子をかぶったりとか、まあ、下ろしたりとか結んだり、まあ、いろんなね、髪型結構してると思うんですけど、今回のハーフアップ、個人的に一番好きな髪型だったなって、私の中でね、思ったんで、ちょっとまた見たい。ちょっとこれめっちゃ可愛かったなって思ったんで、皆さんのね、感想も聞かせていただけたらなっていうふうに思います。そして、あやかちゃんも今回黒いジャケットみたいなの着てて、めっちゃ大人っぽかったの。だからすごいびっくりした。すっごい大人になったなっていう感じで、全体的にね、結構露出とかもあったんですけど、でも NiziU ってその露出がね、すごいヘルシーな感じで、健康的な感じで私すごく好きなので、いや、今回も良かったね。もう衣装からすごくテンションが上がったんですけど、コメント、テイカーピクチャー、チョップスティックみたいな感じで披露したんですが、安定感がすごかった。私のね、感想と今回お母さんもね、ちょっと喋ってたんで、ちょっと感想をお話しさせていただくと、まず、あやかちゃんの表情管理が、チョップスティックがやっぱり今までの曲の中で一番ね、出てるんじゃないかなっていうところで、すごくね、良かったなっていうふうに思いました。そしてですね、やっぱボーカルの安定力もすごくって、ニナちゃん、リクちゃん、マコちゃん、そしてミーヒちゃんとかのね、もう安定感ってすごいと思うんですよ、毎回。なんですけど、今回ね、まやちゃんの安定感すごかったんだよね。まやちゃんってね、実は本当に音源とあんまり差がないっていうか、もう音源っぽいんだよね、本当に。なので今回は特にそんな感じがして、いや、まやちゃんブレないなと思って、本当にサビも歌ってるし、まあ、全員なんですけど、すごく大変な振り付けだしって感じなのに、やっぱりね、そこを見せてくれるのがやっぱ NiziU なんだなっていうのを今日ね、改めて感じましたし、ちょっと家族で見てて、リナちゃんとまゆかちゃんのラップがやっぱ世界なんよ。めちゃめちゃ。もう世界に向いてるなっていう、この子たち本当に世界行くなっていうぐらいすごいラップだし、もうお母さんがミーちゃんとニナちゃんの歌やばくないみたいな、ほんとすごいねみたいに言ってて、やっぱこのミーになって今回の曲ですごい大変なね、パートを任されてると思ってて、本人たちもすごい言ってたんですけど、いきなり高いところから始まるんですよ。どんどん上がっていくならまだしも、いきなり高いところから歌うって本当にね、めちゃめちゃ大変だと思うんですけど、そこをね、もうバチュンって出してくれる感じが、いや、さすがNiziUだなっていうのを今回も感じて、すごい楽しかったし、いつもはどっちかというと明るいステージが多いんですけど、今回はね、ちょっとこの黒いステージでなんかキラキラしてる感じで、なんかちょっとやっぱ海外感が出てる感じで、すごくなんかね、見てて新鮮で楽しかったです。ということで、そして最後にNiziU以外の今回の VMAJ の NiziU の感想をね、お話ししようと思います。で、私がね、今回気になったものをピックアップさせていただいたんですけど、まず一つ目、NiziU可愛くさらっとやってるけど、シンクロも含めてめっちゃダンス複雑やな、すごいって書いてくださってる方がいて、もうほんとそうなんよと思って、NiziU って確かにいつも明るいし、なんかニコニコやってるからこそ、あんまりね、難しさがもちろんわかると思うけど、でもその本当の難しさよりは伝わってないと思ってて、NiziU ってよく口パクと
とかも言われたりするんですけど、それくらいすごいんだよね。20から見たら口パクじゃないのってわかるんですけど、もう普通に初見で見たら口パクなんじゃないかなって間違えるくらい完璧っていう、そこがやっぱりね20のすごいところだと思うし、可愛いだけじゃなくってもうパフォーマンスも最高レベルっていうところがね、やっぱ20だなっていう風に思いました。そして次、20ちゃんやっぱりテレビ出ていてバズっているダンスボーカルグループだと技術あるなっていう風に書いてくださっている方がいらっしゃって、いやそうなんよっていうね、もう先ほども言ったけど、やっぱりこの口パクに思われるぐらい歌もね素晴らしいですし、ダンスも本当にバチバチに揃ってるし、人柄もいいし、本当に J.Y. パークさんが求めているそのまんまの人材が急に集まったなっていうグループだなっていうふうに本当に思っているので、いやもうこんな風にね書いてくださってる人がいるっていうのがね、めちゃめちゃ嬉しいなっていうのも思いますし、こうやって20のファンだけじゃなくて見てくださってる方がいるんだなっていうのがこちらも嬉しくなりました。そして最後ですね、この方もね20のファンじゃなかったんですけど、20ダンス上手くなってるなって書いてくださってて、いやそうなんよっていうね、もうほんと個人で言ったらキリがないんですけど、もともとね上手いメンバーに関しても表情管理とかが特にね最近すごいメキメキとね上達してるような気がしますし、もともとそんなにダンスが得意ではなかったメンバーももちろん20人いたんですけど、もうね成長率がやばいのね、びっくりするぐらい成長して、20って本当にいろんな CM も出てるし、いろんなタイアップしてるしっていう感じで CD も出してるし、本当にびっくりするほどの活躍してると思うんですけど、練習もきっちりやって、そして成長見せてくれるっていう、やっぱりニジプロって東京合宿から韓国合宿でめちゃめちゃ成長したじゃないですか。でそこから迷宮ハッピーステップアンダーステップってすごく成長も伝わったし、そのステップアンダーステップからテイクアイピクチャーまでもめっちゃ成長した気がしたんですね。なんですけどテイクアイピクチャーが結構バキバキのバチバチにもうみんな決めてきたから、これ以上のものってあるって知らなくって、なんですけど今回チョップスティックでさらにね上があるっていうのを確信して、あ20ってまだまだ成長する余地があるんだなっていうことにびっくりしたし、あれ以上のものが作れるっていうことがね本当に素晴らしいなっていうふうに思いましたので、ちょっとびっくりしたというか、本当に幸せな気持ちにももちろん毎回させてくれるし、20見てるとほっこりするし感動するし楽しいしっていうのあるんですけど、ニジプロから成長していく20を応援できるっていうのが何も変わってないなっていうところで、今回ね VMAJ を見て改めて思いました。そして何より前回の VMAJ が全員でのパフォーマンスではなかったので、こうやって全員で活動できることが本当に何より嬉しいので、もう本当に体調に気をつけて頑張ってほしいなって、もうそれだけ、もうとりあえずに20は私がね言わなくてももちろん頑張ってくれてるし、もう十分すぎるぐらいにやってくれてるんで、もうとにかく体を気をつけて頑張ってほしいなっていうことだけ伝えたいなっていうふうに本当に思ってます。そんな感じで今回の VMAJ のパフォーマンス見られた方も見られてない方もいらっしゃると思うんですけど、コメントで私が見つけられなかったところもたくさんあると思いますので、感想を書いていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そんな感じでこれからも日韓国では20の最新情報だったり、20の本当にいろんなことを取り上げていきますので、これからも見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。